マウスシールド裏側から見た、マウスシールド組み立て式のマウスシールドを構成する、部品選挙活動中にマウスシールドをつけた候補者、マウスシールドとは、感染症予防などのために、透明の樹脂などで口元を守る、個人防護具の一種である、透明マスクなどとも呼ばれる。透明のマスク自体の歴史は長く、1936年に発表された論文に、デュポンによる、 作ササンセルロースで製作された透明マスクが記載されている。しかし、呼吸がしにくいなどの不具合があったために徐々に布製マスクに置き換わっていった。2020年現在、接客業などで用いられているマウスシールドは2000年代に入ってから販売開始されたものであり、医療用ではない。厚生労働省健康局結核感染症化は、マウスシールド、フェイスシールド、 不織布マスクの中で飛沫防止効果が最も高いのはマスクと説明し、マウスシールドやフェイスシールドは自分のしぶきが相手の顔とかに直接付着しないように多少の効果はあるが飛沫が飛ばないようにする効果そのものは極めて限定的。基本的に補助的な防御手段でしかないとし、屋内など人が密接する場面での単独の使用を控えるよう求めた。 また、神戸市健康局は、フェイスシールドマウスシールドでは、コロナ対策が不十分、感染予防策としては、マスクの代わりにならないとの通知を出している。理科学研究所や神戸大学、豊橋技術科学大学らによって、マスクフェイスシールドマウスシールドの飛沫防止効果を測定するシミュレーション、実験が実施されている。シミュレーション並びに、実験の結果によれば、 何もつけていない状態を100%としたとき、不織布マスクであれば吐き出す。しぶきの量は20%までに抑えられるのに対し、マウスシールドは90%に止まり、飛沫対策の効果が低いことが指摘されている。また、吸い込むしぶきに関しても、マウスシールドは小さな飛沫に対して効果がないという結果になっている。ありがとうございます。